チャンネルからご覧の皆様、こんばんは。こんばんは。私ゆうやのメディア切り捨てごめんの時間がやってまいりました。切り捨てるメディアは、えー、地上波だけでなく、ネットメディアも容赦なく切り捨てるす。そうですね。はい。 今回は一番選挙の方向がまあ落ち着いてきたので、2年後の中間選挙もありますし、そすね、まあ,あとその年明け、早そ々うそうにあのジョージア州の話もありますね,そ,すね、はい、そこを踏まえて、ですね、うん、あの上下両院の結果と合わせてちょっとご解説いただければというお話になって、はいまあ、端的に言って、えー、今回の大統領選と連邦議会議員選挙の結果がまあ、ねえー、ほぼ確定をしているわけで、でえー、その中でいくと。 まあ共和党は2年後、員をのね多数を取り戻す可能性は高くて、4年後もまあ勝てる可能性はかなりあるんじゃないかなというようなまあ数字だったということですね。だから、そういう意味でいくと、普通にバイデンさんは2年後にレームダックになるんじゃないかなっていうようなまあ数字でしたよ、はいまああのー、数の上でその、まあ、多数を奪還できないにしても、会員に関しては、共和党がかなり前線したと。うんうん と、ね、いう見方が出てますし、むしろ上院,も、はい、上院も前線はしたけれども、はい、ただあの、まあ、ジョージア州があるとは言っても、うん、現時点であの上院が48対50で、はい、ジョージが2ということなんですが、うん、ただ、まああの、これは安心できないぞということは、まあ、常々言っておられる通りですがそうですね、まあ、基本的には、まあ、大統領と下院、えー、は、まあ、民主党という情勢なので、えー、基本的に上院が、まあ、共和党が過半数維持できるか、はい、ということですけれども、今の段階だと、 えー、共和党が50で民主党が48で1月の、はい 1> えー、ジョージア州の補欠、特別選挙で2議席あるので,、はいでえー、これで50対50になっちゃうと、まあ、副大統領が最終的に投票するのでバイデン、えー、ということで、えーまあ、ハリスが投票するって話になっちゃいますから、まあ、このジョージア州の選挙っていうのは基本的には共和党は負けるわけにはいかない戦いであると。うん、ただ、まあ 基本的にはですね、今回あのな、じゃあなんでこの共和党は上院、勝てたのかっていう話なんですけど、はい、まあ勝てたっていうか、まあ、減らしてはいるんですけど、過半数ぎりぎりね、ええ、今、50維持できてるのかというと、これはですね、実はトランプ大統領から遠い人たちがあの勝ってるからなんですね、うん、まあこれね、落ちるんじゃないかなって思ってたんですよ、ええ、その今回、その議員さんたちが、特にスーザン・コリンズっていう、これ、メイン州の上院議員さんなんですけど、はい、この人はあのー、えー、と選挙のね、直前にあった最高裁判事の、はい、えー 承認の時にですね一人,人だけ反対した人なんですこの人えだからその人がちゃんと受かってきてますよっていう話とあとはあリサ・ムルカワスキーっていうまあこれアラスカの人なんですけどこの人はいつもね反対票入れる人なんですよ共和党なんだっけど民主党の方に入れちゃう人っていうだから2人いるんですねその強烈な名ばかり共和党員が2人受かっててなおかつじゃあそのアイオワとかもまあ受かってきてるわけなんですけどこれは農業問題とかでえトランプさんとはちょっと距離が遠かったりする人だったりとかまあそういううん まあ、いまいち、えー、トランプさんと距離が遠い上院議員たちっていうのは結構受かってるんですね今回ね。えー、なのでまあ えーまあ、それはつまり保守度が低いってことなんだけど、うんえー、そうなってくるとじゃあ共和党は52議席持ってますよと過半数を超えて、えー、という場合でもいつでもまあその2人ぐらい裏切っちゃう人がいるという状態なので、えーまあ、過半数割れ、えー、を起こしかねないと逆に民主党の方っていうのはですねこれはもう傾化がかなり強まっていて。確かに えー、ちょっとまあ,あの中道寄りの人たちもいるんですけどそれはあくまでも少しなのでよっぽどないかに裏切らないですから民主党の人たちはあ。という状況ですからうーんまあなんとかうまくね、えー、と上院のミッチー・マコネル、えー、院内総務がああ まあ、うちは50あるんだよとか52あるんだよみたいな話をしてちょっとまあ張り込む取らなんですけどそれでバイデンとえなんですかねこうディールをしてまあできるだけその軍事費を減らさないとかまあそういうような安全保障面の担保をちゃんとやってくれるということに期待するしかないですね。今のところはですからば 表向きはダブルブルーだけれども、はい、まあ実質トリプルブルーに近い状態でそうなってくると、はい、とにかく何が何でもあのジョージア州の選挙では勝ってもらわないと困るということなんですがそういう意味でもそこでトランプ支持者の人たちが変なふうに暴れると。はいはい まあこれはね結構難しい状態になっていてまあ客観的な情勢としてはですよえ民主党側はまあジョージア州今回ねえ大統領選ぎりぎりの数字でま,あまくってるわけですけれどももともとジョージア州って共和党が強いんですねえだからあの民主党側がよし、こいつ倒してやるぜみたいな感じであのトランプさんがいたのでじゃあ頑張,り頑張って投票しますみたいな感じになっちゃってるわけですよ。だからあの普通にねえみんなながが関心がなければ あのジョージア州の、えー、特別選挙は共和党が勝つんですよ。えー、なんだけど、今、すごく盛り上がっちゃってるわけですよね、そこを取るんだみたいな話で、トランプ倒せみたいな話になっちゃってるわけですよ、民主党側がね。で、有権者登録パンパンしてくださいみたいな話になっていて、えー、まあ民、共和党側としては本来負けるはずがない戦いで、苦戦をすることになるかもしれないというような状況が一つある中で、さらに、じゃあ、ジョージア州の、えー、知事であるとか、うん、その。 まあ選挙のね責任者これ共和党権なんですけどそいつらがあの不正をしてますよって話をトランプさんとまあその弁護士のねアライアンスが言ってるわけですけどもまあ でもそれって普通に考えたんですよ。あの不正をしているのに、えー、じゃあ皆さん選挙に勝つために投票に行ってくださいっていう選挙を共和党はやんなきゃいけないわけですよね。まあ,すよねまあ論理的なね、不正をしているって自分で言ってるのに不正なんだけどこの選挙で勝つために投票しに行ってくれっていうのはこれはまあさけ選挙キャンペーンとして矛盾しているので共和党側がすごくやりづらいでしょうね今このね。だからこうもマイクと1月のえー、っとその特別選挙負けるはずないのにまあ負けるか可能性が出てきてしまってるというのがまあ共和党の中で。 のまあ問題でしょうね今ねうん、うん、はいじゃまあその辺がねなかなかなんですが <laughs> ただあの今おっしゃったようなお話のところなんですけれども、うん、とりあえずまあ今回はまああのまあ事実は事実として受け入れなきゃいけないとして、はい、えっと2年後ですね 2>,、うん、2年後に向けてその見通しというようなものはどうかというところでちょっとお話しいただきたいんです、ねうん、そうですねあの2年後は中間選挙っていうのがあるんですね、はい、中間選挙っていうのはえー、っと。 ああ上院の3分の1と下院の全部の入れ替えなんですよ。はい、で、えー、じゃあ上院の入れ替えは共和党側が持っているところっていうのは。 えーまあ、ラストベルトが多いんですねウィ,、はい、ウィスコンシンとかオハイオとかペンシルベニアとか、まあ、あとは今回接戦州だったアイオワノースカロライナフロリダなんていうのは共和党が持っているところで上院はね結構だからやばいんですよ、うん、だって負けてる負けてるのでね今回の選挙で,で、えー、なんですけどじゃあ共和党が落とさなきゃいけない場所っていうのはネバダとか、うん、あ,あとアリゾナとかニューハンプシャンなんですねここはあのバイデンが今回勝ってるところだから、まあ、そうなってくるとあの上院は ちょっと厳しいかなっていう、うんまああ、ギリギリ減らさないっていうぐらいの戦いなんじゃないかなと思うんですね、共和党側は。うん、でも、じゃあ、会員はどうかっていう話なんですけど、はい、会員はあの、基本的にですね大統領の政権与党に対して、反対と、うん、まあここまでにいくと野党が勝てることが多いんですね、うん、基本的にで。特に今回の選挙の勢い、共和党の会員は結構強かったんですよ。ああそうでですすよね、はい、でこれはいろんんな理由がああるんですけどあの 1一つは。 えー、結局民主党側がピンポンポしなかったんで要は、ねうん、コロナの話があってなんかあの、えー、今ねいろんななんで負けたのかみたいな理由みたいなのを、えー、民主党の負けてはいまあ、半分って持ってるから負けてはいないんですけど<っ>民主党に対してんで議席減らしたのかみたいな総括させられてるんですけど総括の中で、まあ、お互い、ね、なすりつけ合ってるわけですよこれが原因で負けたああ負けたっていうか議席が減ったんだみたいなのを民主党の中でやってるわけですけど僕はね一番納得性高かったのはあのピンポンするのを禁止してたんです 要はあの党本部主導で各地域で個別訪問するのをやめさせてたんですよコロナだから。でも共和党はガンガン個別訪問していてでその結果何が起きたかっていうとあの民主党がすっごくお金あふれて。 てたので、うん、テレビ CM バンバン打ちまくったんですけどあのー、共和党が運動員が行くのでうん、うん、運動員が行ったところで「いやあの人ああいう CM 流してますけど実はあれ曲差なんすよ」っていうのを、うん、<laughs> 言いまくったおかげであのー、まあえー、っとですね えー、そ左派が伸びなくって、まあ、本,当だ本当なんだけど <laughs> 本当なんだけど、まあ、それが人として、えー、と共和党が勝てたというような状態があってで、えー、ただまあその運動力という意味ではあ、まあ、共和党はね、えーまあ、そういう形でまだまだ展開させられるというのは一つありますし、まあ、民主党側もそこは展開してくるかもしれないですけど次はただまあ1回動かしてるのと寝かしてたのは違いますからね2年間休ませてたのと、えー、そう。 なんですかね、その2年,2年ごとにちゃんと選挙やってたっていうのはこれはね全然違いますから、うん、あの練習みたいなもんなんで選挙っていうのは。なので共和党はまあそこはまだ動かせるかなっていうのとあとはまあその小口献金の仕組みっていうものもオンライン小口献金の仕組みをまあ え整備されてくるしあとはあ衆議院選挙で結構勝ってるので共和党側がそうなると下院の,の,の選挙区を実はあの共和党側に有利なように変更できるんですね <laughs>、えー、こういうのをゲリマンダーって言うんですけど、はい、そういうのを。 まあやるというのを考慮すると下院は共和党じゃないかなと。なので、えー、とバイデンさんはあ2年後もしかしたら上院はきょ民主党取れるかもしれないですけど下院は共和党が取っちゃうので下院の共和党って結構保守度強烈なんですよ。 だからあのーうん、予算とか全然通らなくなって、えー、後ろの三四年目はレーム奪っかするんじゃないかなっていうのは今のところの見通しと。なるほどね、はい。そうするとじゃあ当然その四年後もそのまああの厳しくなってくるという、まあバイデンから見れば厳しくなってくるという。そうですね。だから四年後って話になってくると。<laughs> まあもう三四年目はなんもできないわけですから、あのー、そうなってくるとですね、党内左派からの突き上げも上がってくると思うんですよね。なんで中道派のバイデンはこんなね、クソみたいな仕事しかないんだみたいな話になってくるんで、ね、左派の人たちも。ね、この、ね、会員のみ、えー、共和党を倒して、もう俺たちの戻すんだって話で、民主党はめちゃくちゃ左傾化するはずなんですよ、三四年目に関する。で、左傾化すると、あの共和党は中道層と、その自分たちの元々の層を取ればいいだけですから。あの四、ー、年後の、あの大統領選も上院。 もう僕はね共和党はかなり強いんじゃないかなと思っていてで唯一の問題はトランプが2024年に出てくることですねそうなってくるとあのー、要は、えー、もう共和党の中では、うん、結構ね、えー、もう他の支持者他の強烈な 者たちがもうすでにニッキー・ヘイリーとかペンス副大統領もそうですけども大統領をやれるような人材って共和党はかなりいるんですね、うん、しかもカリスマ性もある人たちがいてでこの人たちがもしかしたらまあ勝つかもしれないわけですよねトランプが出てきた時にでそしたらトランプはちゃんと引っ込んでくれるのかとトランプさんが第三局の候補者として出てしまうとそれはあれですよねあの共和党側が分裂しちゃうしじゃあそのトランプ大統領が、えー、なりますと。 えー、共和党の候補者になりますって話になった場合には、うん、これはあの今回ね、えー、と中道層っていうかその女性票とかを取れなかったわけですよね共和党は。だからそこを共和党っていうかトランプ大統領取れなかったんだけど、うん、それがもう一回再,再燃しちゃうので、うんえー、もしかしたらそれやっちゃうと本当に左派の大統領ができちゃうかもしれないですよ今回一応バイデンで、ね、中道派だから。あね、というような、まあ、危機的な状況っていうのは、まあ、生まれる可能性はあるんですけど、まあ、とはいっても、まあ、原則 基本的には2年後の,あの会中間選挙の会議員選挙で共和党が勝てる可能性が高くってうん、うん、え4年後も大統領選上院下院、えー、これはまあ全部共和党が勝てる可能性が、まあ、あるよねとうん、うん、ういうのが今回の選挙戦の数字ですね。<laughs> <laughs> まあ,あとは、あのー、実はちょっと一つあの資料でご指摘いただいている興味深いのは、四、はいまあ、年後の、まあ、まだ4年後の候補のことというのは早すぎるという話があると思うんですけれども、日記、まあ、ヘリと名前が挙がっているところです、うんまあ日本でも知られたところは日記ヘリってやっぱりペンスク膨らんでいる2人ということだと思うんですが、日記、うんはいまあ、ヘリが一つ、非常にそのまああの有利じゃないかと言われているのは、うん、やっぱり女性議員ですね、これは今回、非常に増えたということが、ねはい。そうですね結局今回、えー、あの共和党は ですね、引退した議員の入れ替えっていうのは結構あって、はい、勝ち抜いてきたその会員議員さんっていうのは女性がすごく多いんですね、うん、だからあのダイバーシティが基本的には共和党は低いと思われてるんですけどうん、うん、でもあの女性議員がたくさん取ってきたのでおそらくあの2年後の中間選挙とかでも女性議員が増やしてくるはずなんですね共和党が。そうなってくるとそのあ女性もこの党は活躍できるんだなみたいなイメージになってくるのでまあって言ってもリベラルじゃなくて保守ですよ。 ねでえー、というイメージになってくるのでそうなってくるとじゃあ女性の大統領候補者でいくかということで、うん、そうすると共和党だと日記ヘリになってくるので結構強いんじゃないですかと、うん、あいう、ねえー、今回トランプさんが落とした公害分の女性票というのはちゃんと取れるはずだからと、うん、というところですねあとはほかにも、ね、あの候補者としてもこれはまあ4年後なんですけれどもうん、うん、例えばあの州知事なんかデリーランドですとか、はい、ニューハンプシャー辺りはやっぱり非常に。 期待できそううだという人とラリー・ホーガンという、まあ、これはね穏健、えっと、派の知事さんなんですけども、えー、まあ知事の人気ランキングだとすでに高い人なんですが、うん、まあこの人なんていうのも、えー、と大統領選に出てくるんじゃないかと言われてますし、まあ、あのニューハンプ氏はちょっと若いというか、まあ、あ小さな州だし、えー、ちょっとあれなんですけども。 うんスヌヌさんという、はいえー、これはあの州知事なんですけども今回の州議会議員選挙、まあ、連邦議会議員選挙じゃないですよ州議会議員選挙で唯一上院と下院を共和党に取り戻した、うん、あの知事なんですけどそのスヌヌさんとか結構面白いかなと思って僕は見てます。例えばそのスヌヌととかかってて、はい、実績としてはどんなのがあです うんまあ、この人たちは実績っていうとです、ね、あんま保守的な話じゃないんですよね穏健派っていうことでうまく経営してる感じむしろじゃあ手堅く手堅い手堅い事故なしでこう,うまくやってるっていうことでまあ事,故事故ちょっと起こしてた <laughs> しますけどまあでもあの、えー、イメージとしてはそんな,なんか、ねまあ、強烈な感じじゃないですよねあの、えー、ちゃんとやってますって感じの手堅い感じのイメージはありますよねでなんかこういう人たちが出てくるとだからね実は今回も

共和党こここここ結構厳しいいかかななととととと思っっったろろろでで勝っているところってるる派,、うん、派のんすよねだからそう,そういう意味では穏健派の知事とか穏健派の、えー、上院議員とかいるところなので、まあ、そっちの方にちょっとシフトした方がまあ勝てるのかなと大統領選に関してであとはまあ保守派の人たちが会員を持ってればその会員の共和党と話をするには会員院って保守派になるので、えー、そこさえ持っておけば大統領に対して保守的な意見とかっていうのを通していくことはできるので。あのー まあそういうような作戦の方がいいのかなっていうのは今回の数字見てるとまあ思いますよね。はい、まあ一つねやっぱりあれですよねあの大統領選挙前にねあのやっぱりもうみんなその疲れちゃって菩薩ツを求めてきた、うん、そういう感じなんですかね。多分ね今日はと人も結構疲れたんだと思うんですよね。民主系はどちら疲れちゃってる。トランプさんとサハがバトルをしすぎててちょっとどうでもいいわっていう人たちでが投票したら勝っちゃったみたいなところが結構あるので今回は。なそのそういうところですかねは、まあ、だからあのまあ。 民主党はね、より先進化していく。 のはもうほぼ確定的だと思うので今のところ中道派の政権が誕生しているんですけどでもまあ選挙が近づいてきたら差配になっていくという中で共和党がどこまで我慢できるかですよねそのウイングを広げて今回落とした票をちゃんと取れればまあ勝てるというところですねどちらにしましてもですね仮にあのトランプはまあまあほぼだめだということでまあこれはまあ共通認識であると思うんですがトランプ大統領がまあバイデンに政権を買ったところで共和党自体がなくなるわけではありませんし。<laughs> 強しかったらそこまたいところを示したというふうな意味で言えば <laughs>、はいうん、今後とも我々やっぱ共和党の特に保守派なんかとか連携するといいますか関係をやっぱり強化していかないと。うんまああのー いいいけない、はい、ととうことですよ、ね、民主党の人たち民主党、特に中道派の人たちっていうのは、うん、あの黙ってても勝手に外務省やるので、うん、まあそれはいいんじゃないの別にと我々が別そ主張する必要性はなくって、まあ、政府の側で<っ>そこがっちりやってくださいよと日米関係を、えー、我々としては、まあ、その共和党の保守、えーまあ、派であるとか、うん、まあ共和党の、ね、これから来そうな人たちっていうものとの関係をどうやってまあ維持していくのかっていうことが大事ででも、これね考えておかなきゃいけないことは<っ>それはトランプじゃないってことですよ。トランプ さんっていうのはあくまでも共和党にとってはアウトサイダーなので、うんうん、あの共和党の中でもともと活動してた人たちの中からこの人たちがいいんじゃないかっていうのをピックアップして、えー、関係性を強化していくっていうことがま大事なんですね。トランプさんは今回あの選挙負けた後にうん、うん、あのー。 なんでこれ不正選挙だっていうことで声を上げないんだってその息子が、えー、あの共和党の重鎮たちに一人一人吊るし上げみたいなツイッターでやったんですよ<ー>だからもう共和党の人たちは基本的にはね言わないけど言わないけど弾いてるはずなんですよ、ね、だからそういう意味ではあのーまあ、きちんとした共和党の人たちっていうのをピックアップしてその人たちとの,あのリレーションっていうか関係の強化っていうことは、まあ、引き続き必要でしょうね。でこれはあのー 例えば政府はまあ当然、ね、バイデン政権になった措置をつけなきゃいけないですけれども、党とかは、うん、党とか議員さんの外交っていうのは、そちらの方面もちゃんとやっていくっていうことが、まあ、これ、今一番必要なことだとだ思いますねでむしろ逆にその党や議員の方がその共和党とやっぱりパイプをしっかり作っていただくそ<う>ということが、ね、そうですね、そういうちゃんと2つ、両方見たあの行動っていうのを日本政府はあのやると、もしくはまあ政党、各政党はやるってことが一番大事だと思いますね。 あのちょっとイベントの告知といいますか、はいはい、ご案内があるということでそうですね、はい、12月13日、日曜日なんですけれども、品川インターシティでイノベーションサミット2020と、今年しは、ね、自由民権演説大、えー、減税祭りというような名前がついてるんですけれども、まあ、そこでですね今回、消費税減税法案とかで頑張ってく,ら、えー、くださった議員さんであるとか、もしくはまあ地方で。 えー、減税に向けて、えー、頑張っている方々そしてあとは規制の廃止ですねこれについて これね過去実績を上げたた議員さんちいいです、ね、そのなんでかっていうと規制ってまあ分かりづらいじゃないですかこれ配信したらこうなりますっていう、はい、だから実際に配信したらこうなったよって話をしてもらおうかなと思っていて、まあ、そういう人を、えー、お呼びしたいというふうに思ってですね、はい、ちょっと一人ね面白い人が来てこれ<お>実は去年も来てもらったんですけどその話はあんましなかったんですけどあの議員さんがですね副大臣だったんですよ来てくれる人が、はい、いや元副大臣なんですねもう辞めちゃったんですけどね副大臣になったら IT のシステムを見直して7000億円もねあの予算を 削減したっていう、結構すごい人が来るので、<ー>えまあそういうあの現場でね。 実際に議員さんが真面目に取り組むとこんなことができますよというようなことをみんなで勉強してみましょうということで今年は12月13日日曜日に品川インターシティホールで朝10時から夕方6時までのイベントということでイノベーションサミット2020まあこれはアメリカの人たちもねえとメッセージくれるとコロナなんですけどという話をしているのでぜひ興味のある方はご参加いただければと思います。 思います。そちらからお申し込みいただければと思います。はい、あの高輪ゲートウェイではなくて、品川<あ>です。というわけで、ぜひぜひ、あのチャンネル登録、か、あの合わせてですね。こちらのイベントのほうにもご参加いただければい、はい。オンラインもありますから、ぜひよろしくお願いします。いますはい。 そういうわけで、決してですね悲観なさらずに、ですね4年間、ですねちょっと穴にこもって修行するというようなつもりで、2年でいいと思うんですけど、2年後に会員取れちゃうはずなんで、共和党側が。2年ぐらいすぐですよ、あっという間でしょう、2年前は私、確かゲバラの方まだ出てなかったですかのというわけですいません、つまんない話しましたが、そういうわけで、あのまあ。 話もその悲観ばっかりしないでね、はい。あの、いろいろ現実を見据えていろいろやっていきましょうということでございます。そうですね。<え>はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。